スノーマン・佐久間大介が顔面蒼白。性配信でバレた女性 VTuber とのつながりにファンを追われ、アイドルグループ、スノーマンの佐久間大介に人気 VTuber との記号つながり記号、つながり、疑惑が浮上した。騒動の発端となったのは、旧ジャニーズ事務所内のゲーム好きメンバーが集う YouTube チャンネル、 放課後ゲーミングライフでの生配信だ。現在流行中のスイカゲームを楽しんでいたところ、画面上に玄太郎というフレンドからの通知が表示されたと同時に佐久間の顔色が真っ青に変化。さらに焦った様子でおもむろに席を外すと、その直後に配信が終了してしまった。これにファンからは、玄太郎って誰 友達だったのかな、などと佐久間の個人情報を心配する声が続出。しかしネットユーザーから、この通知内で表示されていたアイコンが人気 VTuber、星町彗星の姉のゲームアカウントに酷似していると指摘されてから状況が一変。佐久間の異様な焦り具合も相まって、 二人の間の記号をつながり記号が疑われる事態となってしまった。